おはようございます。というわけで、行儀の悪い育ちをしたおじさんが意識高い系の発言を繰り返しているとは思われるでしょうが、全然意識高い生活はできてなくて、お部屋は散らかりっぱなしで、ゴミの分別にも迷ったりとか、そういう現状なんですけど、この町はゴミの分別結構厳しい方というか、厳しい時期が多かったというご近所の奥様の話も言ってたんですけど、最近焼却場のいいのができたからあんまりこだわらなくていいよっていう奥さんもいたでもまあある程度ゴミの分別はしなきゃいけないのかなとかは思ってるんですけど、全部完璧にはこなせてない。完璧に、いや、ゴミの分別だけ完璧だといいんじゃないって言われる人もいるし、いや、それだけはダメだとかね。まあ、そういう意識高い系の発言を繰り返している割には、そういう生活は全く実現できてないのが現状なんですけど、まあ行儀の悪い人生を、まあ育ち方をしてきた人間が、まあ最近の風潮をある程度把握しようとしながら、まあどうやったら俺若い人たちに嫌われずに済むのかなとか、まあその程度なんそう、だから、どんなこと言ってユニクロ着ることあるよね。なんか、スヌーピーのキャラクターもが欲しくてユニクロ着てたじゃんとか言われるけど、ユニクロね。スヌーピーって、まあ、子供の頃チラッと見たかな。吹き替え版をね、日本語吹き替え版を。まあ、海外ではピーナッツとかウッドストック&ファミリーとか言うんだけど、スヌーピーっていうタイトルではやってる。ピーナッツ、別に特に犬だけの犬って言っては悪いんだけど、犬だけのあれ、犬が売りのアニメではなさそうだなとは昔から思ってるんだけど、ウッドストックだし、ね、ウッドストックって何それ、夏フェスのお祭りの話とか思うんだけど、まあウッドストックってまあニューヨーク州っていうアメリカにあるんだけど、そこの郊外にウッドストックっていう、ま、村があるらしくて、まあそこでまあ簡素な村らしいんだけど、まあ行ったことないからよく分かってない。ウッドストックっていう村の話がね、村か町か、まあそういうビレッジがあるんだ。そこでボブ・ディランって有名なフォークシンガーがいるな。あれがレコーディングするときにバックバンドを務めたホークスっていう、野球のホークスじゃなくてバンドで、まあ鷹。だからホークスっていうのは宝たちとか宝なやつらっていう感じで、イーグルスっていうのはわしのことだから、わしらとか、わしらそういう感じなのかなとか、日本語に直訳すんなよっていう感じなんだけど、まあホークスっていう、まあロックバンドのがバックを務める時に、村の人たちが、あの人たち誰なんだろうね、ちょっと村のビレッジの雰囲気にそぐわない人たちだな、まあバンドの人なんじゃないってみんなが言い出して、ザ・バンドっていう名前に変えたんだな、そのホークスっていうバンドはな。別にタカっていうのもな、おかしいよなとか思って、ザ・バンドっていう名前にしたらしいっていう話は
一つ手に一つ手というか雑誌で読んだことあるんだな。昔はホークスだったし、野球チームのホークスかどうかは海外にホークスがあるのかわかんないけど、まあバンドの名前がホークスだったらしいよ。ボブ・ディランのバックバンドやってた昔の名前がね、今ザ・バンド、今っていうかその後ザ・バンドっていう名前で有名になったんだけどすげえあんまりバンド名のネーミング考えてなさそうっていう、まあそういう そのボブ・ディランがあのお忍びでレコーディングしてたヴィレッジの名前がウッドストックっていう村だったな。うん、それであのウッドストックフェスティバルっていうのはどこでやったか知らないけど、まあ90年代にウッドストックフェスティバルであのアメリカのミクスチャーバンドがあのとりあえずおめえら童貞なんならバージンなんならあのこの祭りを機会にやっちまえってことで、あのいわゆる性行為のいいチャンスだぞってあの煽ったんだよね、先導したんだよ。こうそしたらあのまあそんなに今そういう気分じゃないのにっていう女の子の何パーセントがまあ性被害に遭ったっていう気分になった人もいるんだよ、性暴力に。その中のまあ有名人の一人でノーダウトっていうあのまあいわゆる可愛らしいあの猫ちゃん系のボーカリスト、猫ちゃん系の顔してるのかどうかわかんない、メイクあのコスメのメイクが猫ちゃんっぽくしてただけなのかもしれないけど、ノーダウトのボーカルの女の子もあんまりそんな気分じゃないのに、そんなこと言われてみんながバーッと調子乗ってあのフリーセックス始めちゃったんでちょっと辛かったなっていうことは昔テレビで言ってたな。やっぱりあれな、性行為ってあのお互いの気持ちがOK な時だけしかやりたくないよね。そうじゃない時は完璧にレイプっていうか性暴力だからそれはねあのお祭りだからやっちゃおうっていうのは、間違ってる、わかんないな。昔の日本のあのいわゆる民族学でいうところの言うところのっていうかわかんない、一つ手に聞いた話でか本で読んだりね、盆踊りっていうのはまあ彼女や彼氏がいない彼女や彼氏のいないあの男の子や女の子のために出会い系のお祭りだったと地域もあるね。そういうお、ま、盆踊り、盆踊りっていうのは出会い系のお祭りだった。昔は出会いマッチングアプリってなかったからあの出会い系、ま、出会い系祭りっていうか、ま、そのパートナーを見つける、ま、人や限りなのかずっと続くのかわかんないけど、それをあの探すっていうかそれを見つけるマッチングアプリみたいなところもあったっていうあの盆踊りのまあ何パーセントかはね、そういうお祭りだったから、まあ、ウッドストックフェスティバルでのそういう事件っていうかまあそういうあのまあ自分の意思にそぐわない経験をした人たちが盆踊りでいたかどうかは分かんないけど、まあ趣旨と目的としてはまあ同じように語られることもあるっていう、いやそんなこと知らなかったよ、盆踊りって伝統の祭りじゃないのとか言うけど、まあその民族学っていうか風土学っていうか風土学何風土記を読み返してみるとそういうところがあって、盆踊りの悪口言ってんじゃないよ。だからマッチングアプリの助けを得なければパートナー見つからなかったっていう人もいるんだけど、別にマッチングアプリの業者が儲けたいだけなんだら、それを後押しする宣伝をするためにな あのマッチングアプリの広告マンになろうとか思ってないんで、全く思ってないよ。それで、一
一つ前の動画で、メンタルの病院でひどい目に遭ってるっていうのは、それはね、あのやっぱりメンタルの病院で働く人の労働環境っていうのも多分関係してるっていうか、まあ、日本全体のシステムがそうなのかもしれないけど、あの看護師さん、昔は女の人がほとんどだったから看護婦さんって言ってたんだけど、看護婦さん、看護師さんたちの、まあ、労働条件、昔の言葉で言う 3K ね、きつい、汚い、給料安いから、忘れたんだけど、まあ、あんまり労働条件良くないか割には結構一生懸命頑張んなきゃいけない職業ではあるの、看護とか介護とかの仕事っていうのは。でもそうしなければあの生活の糧が得られないっていう人もいるから、それをやってる人がいるんで、あのそれはやっぱり、まあ、日雇い労働者みたいなもん、日雇い労働者も労働環境いいのか悪いのか分かんないけど、まあそれの条件がちょうど居心地がいいからやってる人もいるし、日雇い肉体労働者、俺も昔やった経験少しあるんだけど、あの、まあ、この町にもそういう人たち多いのかな、分かんないけど、あの詳しくは実はよく分かってないんだけど、まあそんなに労働環境良くないところで重労働しなければいけない人たち、だからまあそのストレスもたまるんで、そのフラストレーションの吐き口が患者に行くこともあるって、あのメンタルの病院の看護師さんとかたちだけが、スタッフだけがそういう状態かっていうと、まあ他の看護師さんの労働条件も似たり寄ったりじゃないの。看護師になるっていうのは資格を得るためにすごく勉強しなきゃいけないし、ある意味、あのお薬の勉強やら体に関しての専門知識やら、そういう資格を獲得するためにめちゃくちゃあの勉強した割にはそんなにいい条件で働いてないな。俺あの事前事業でやってんじゃなくて自分の生活のためにやってんのにっていう人も中にはいるんで、うん、でまあもっと話を広げて言うと、夫婦共働きっていうか、共同あのパートナーと一緒に二人ともあの仕事する人っているじゃん、あの奥さんと旦那さんとかね、まあそういうパートナー同士働く人がいるんだけど、あの日本の税制問題で共働きで得た収入だと、なんていうの、本当はあの税金をたくさん払わなきゃいけないシステムになってる。だからあの籍を本当に愛し合った2人なのに入れなかったりとか、うん、だから世帯主がの1人が世帯主を1人にしちゃうと、その人の給料よりたくさん儲けたりとか、まあその昔だったら男が食わしていかなきゃいけない時代だったから、男が世帯主になることが多かったんだけど、女の人が世帯主にした方がして、男はそんなに働いてないことにした方が税金対策になるっていう、ね、まあそれは仕方がないことっていうか、一人暮らしに比べてどうなんだろうね、あの困るんだな、あの婚姻届を出すか出さないかの問題で、だから俺があの女性の看護師さんに対して魅力的だなって思う人はたくさんいるんだけど、あのそのパートナーも同じ職場にいる場合もあるから、あのお前俺の奥さんのこと魅力的な目で、魅力的だなと思う目で、視線で見るのは構わないけどよっていう、別にこの看護師さんの本当のパートナーは俺だってこと忘れるなよってことは念頭にはいつも入ってるんで、あのそうだよ、ね、
そういうこと、そういうことっていうか、まあ、まあその感情じゃ割り切れないところもあるとは思うんだけど、あるとは思う。いや、それやっていいのかな、 やっちゃうと人間関係こじれちゃうんじゃないのっていうことが世の中多いじゃん。あの、独占欲ってあるからさ、独占欲っていうか、その、あんまりいろんな人と、そういう恋愛関係の契約を結ぶっていうことは、それで、困らないっていう、困ること、トラブルは生じないってこともあるんで、実際、人の奥さんに手を出したっていう、手を出すっていうかな、人のパートナーと、本当にセックスの関係になってる、性行為の関係になったことはないんだけど、ファンタジーっていうか、その、まあ、想像の世界で、この人と恋愛関係になると楽しいだろうなってことはよく思ってるんだけど、実際にそれを実行すると、いろんなトラブルが起きるってね、本当に起きるっていうか、まあ、その人間の感情っていうのはそんなに、割り切って合理的にできてないから、自分のパートナーが誰かっていうのはある程度分かってた方が、やっぱり安心感があるよね。一緒に暮らしてる人もいるわけだから。それで、まあ、その、婚姻届けというか、まあ、その、籍を入れるっていうことをしないでも、ちゃんとパートナーの人はたくさんいるんだけど、共働きだと、経済的に税金をたくさん払わなきゃいけないんで、婚姻届け入れちゃうと、片っぽが働けなくなっちゃう。働かなきゃいけない、状態でもね。だから、それは、その、医療関係に関して、関してだけじゃなくて、世の中すべてなんだけど、世の中の家庭に入っている女性の人たちだったり、まあ、その逆もあるよな。女性を世帯主にしちゃえば、男性が働かない方が、税金払わなくて済む。どんだけ税金絞り取れるかっていうか、年貢が欲しいじゃん。やっぱりな。年貢を絞り取るためには、そういう風にしちゃえば、した方がやっぱり都合がいいんだよね、支配者にとってはさ。それで、だから、本当に愛し合った二人がパートナーとして一緒の屋根に暮らしてても、婚姻届を出さない人もいるらしいっていうね。それは医療関係に限ったことじゃないんで、婚姻届を提出して家族を持った人の中には、片っぽが、その家庭に入るって、家庭に閉じ込められちゃうことと、同じだって思う人もいるかもしれないね。監禁されちゃったっていうかな。まあ、その、旦那さんに監禁されたんじゃなくて、もしかしたら、支配者に監禁されちゃったのかもしれないなっていうな。そういうこともあるよな。だから、別に、好きな人はいるし、一緒に暮らしてるんだけど、結婚しないよっていう人はたくさんいるから、いるんじゃないかな、世の中に。たくさんっていうか、まあ結構、パーセンテージ的には多いんだと思うんで。結婚だけが全てじゃないって言いつつ、実は、彼氏いるらしいなっていう人は、彼氏や彼女いるんだろうなっていう人は、たくさんいると思うから、そうだろう、そうでしょうっていう、まあ、あんまり俺の育ちの悪い育ちの悪いというか行儀の悪い性格と育ち方のおかげで真面目な話をしても横柄に聞こえるとは思うんですけど年貢のシステムおかしいと思う人はやっぱり婚姻届出さないんだと思うよ。年貢っていうか税金ね。タックス。それ、夫婦共働きでも、独身でも同じ税金、
の率じゃないと世の中それ人間平等なのっていうか、その年貢のシステムどうなってんのっていうこともあるし、まあタバコっていうね、タバコの値段上がってるけど税金が上がってるだけだから、国内ではね、日本国内では税金が上がってるだけだから、タバコの 60% か何十パーセントかな、まあほとんどがタバコの実際の値段、コストや値段と値段や利益よりも税金の方が 60% ぐらいはあるんだよね、最低でもね。もっとあるかもしれないし、昔調べた感じではタバコの税金っていうのは 60% 税金な、その税金のうちのどのくらいがあの国のために使う、国や国民のために使われてるかっていうと、タバコの税金っていうのはあのまあ足長育英会に寄付してますよ、まあいわゆる親のいない子供のために使われてますよっていう表向きも あるんだけど、それが何パーセント使われてるかわかんないけど、ほとんどのタバコ税のパーセンテージっていうのは防衛費に使われてる、日本国内だから軍事費だよね、軍事費っていうか、まあ防衛費って言っちゃえば防衛費なんだけど軍事費なんだな、うん、そういうことで、あのまあ自衛隊の人たちの生活を賄うために使われてる、生活を賄うためだけに使われてるの、もしかしてあの国会議員たちの家族が所有している株式のために所有している株式 あの軍需産業というか、その武器の部品とかそういうもののために、あのそういうもののバックマージンとしてタバコ税上げちゃえば防衛費は勝手に入ってくるからさ、タバコやめれるやつ少ないじゃんとかいう、あの支配者かな、思ってるかもしんないね、わかんないけどね、本当のところはね、タバコの税金の 60% は税金で、最低でもね、でそのほとんどが防衛費にいってる、だから防衛費を増強して国を強くしたいとかいうことではなくて、あの国会議員の家族が所有しているあの軍需産業の株式の利益を上げたいっていう気持ちだけかもなーとか思っちゃうな。そうだと思わない？だって自衛隊の人が総動員であの災害地に行ってるかっていうと、俺実際よく分かってないんだな、本当にな、自衛官がな、自衛官が被災地に行ってる人もいるし、本当にあの悲惨な状況に立ち向かってる人もいるとは思うんだけど、あの国内の被災地でボランティアがだいぶ過酷な労働をしなきゃいけない、しかもボランティアの報酬どのくらいなのっていうこともあるし、それそっちにちゃんと力入れてるかっていうと、本当はあのマシンガンの弾丸とかさ、あの戦艦の部品とかさ、あの戦車の部品とか、まあそういうもんを作ってる会社のビジネスを儲けたいっていう国会議員さんもいるんじゃないかなって思うんだよね。まあそういうことで、あの年取れば全員が家族に面倒見てもらえる人ばっかりじゃないんで、あの天涯孤独になってしまうというか、別に親父とおふくろとはあの親子なんだけど、俺別に報酬っていうか特別いいことないのに、あの自分の人生無駄にしてまで介護したくないよって人は老人介護施設に行くしかないっていうこともあるんで、これから老人介護施設に行った時に何不自由なくっていうか、何不自由なくではないかもしれないけど、あの介護士さんや看護師さんたちにあのものすごく
ストレスのフラストレーションのはけ口にならないで済むような対策とか本当に取れてるのかなっていうと、今の世の中っていうのはそういう状態ではないよなっていうのは俺の感想っていうか、今のところの印象ではあるんだよな。実際のところは分かんないよ。だいぶ一生懸命頑張っている医療関係者の人もいるとは思うんですけど、メンタルの病院で俺が受けた周知の中の一つにはそういうことがある。だから特にメンタルの病院っていうのは夜間勤務の定員が普通の一般病院よりも少なくていいっていう条例なのか法律なのか、俺がそれについてある看護師さんに尋ねたところ、日本のメンタル病院は一般の病院に比べて夜間勤務の定員を少なくても運営していいっていう法律っていうか、まあ、条例なのか分かんないけど、そういうのがあるらしいんで、労働環境は確かに悪いんで、まあ、一生懸命頑張るっている人がたくさんいるのに、その人たちの環境は良くないんだろうなっていう印象は強いですね。